久保さん今日もねまあ行こうと思ったんですけどあのコンサル入ってましてそういった <laughs> あコンサル入ってんだっつって <laughs> まあちょっとコンサルしてたんですけどさっきまで1時間半ぐらいやりましたねめちゃくちゃいろいろ話してましたねで僕もまあ今回、まあ、このセッション1時間半ぐらいのセッションを終えて思ったのがいやー 話せるなと。いくらでも話せるなみたいな <laughs>。やっぱ18年もやってると、やっぱめっちゃ経験してるじゃないですか、いろいろと。いや、だからね、まあ、久しぶりに、まあ、3年ぶりぐらいに、まあ、コンサルこう売ったんで、売ったんですよね、先月。いや、ちょっとね、昔より、また、また、でも、レベルアップしますね、また。なんか、うん、まあ、18年やってるっていうのもあるんですけども、またこの数年で、まあ、いろいろな経験したんで、なんか、 話してていろいろ話せるなっていうのなんか感じますね、うん、まあみんないなくなりましたよね本当にねいない <laughs> だからまああのですかねやっぱ忍耐強くこうやってきてよかったなと思いますね、うん、だってまあねちょっとまあ一生忘れないですけどまあ前の会社辞めるときに まあちょっと,ちょっとあの皮肉みたいなの言われましたけどね <laughs>。あの、なんか吉谷 YouTube やってるらしいけど、100再生全然回ってないけど、なんかな、んなんちょっと潤えですけど、まあなんか YouTube のこと聞きたいと聞けばいいんじゃないみたいな、なんか <laughs>。全然回ってないけど、みたいな。なんか YouTube やってるらしいぞ、みたいな <laughs>。なんか、ちょっと、うん、みたいに思いましたけど、やってますね、100再生で、ずっと <laughs>。 まああれちょっと忘れないですね。まあでもやってますから。うん。元気に、ね。そう。逆を言うと、あの、なかなかこれも出せないんじゃないですかね。100再生で6年ビジネスやるって、どうすか <laughs>。これも結構なかなかの伝説だと思うんですよね。100再生で6年やるっていう <laughs>。 これもなかなか結構、まあ再生数を上げるっていうのも、まあ結構大変なことなんですけども、逆張りですよね。逆張り <laughs>。この少ないお客さんで商いをずっとやっていく。まあでもまあリアルでね、まあ僕のビジネスモデルは潰れない居酒屋あ、あ潰れない、高架下の潰れないちっちゃな居酒屋みたいな屋台っていうコンセプトでやってますんで、まあそのコンセプト通りになってるかなと思うんですよ。 まあイオンモールじゃなくてイオンモールじゃなくて化したの潰れない小さな屋台みたいなそれを本当実現できてるなっていうのは感じますねうんまあでもそれが実現できる理由はあるんですけどねそれはまあやっぱ従業員雇ってないですし固定費少ないのでまあこれがもうほんと会社規模で従業員何十人いて大きくやっていかないってことだったらまあそんな売上に立ってないですから うん、全然しょぼいですけどもそ,その規模感覚で言うならばねうんだからねあのー、会社規模で大きくいくんだったら、まあ、毎月1億とかねなんか何千万とか、まあ、そういうの上げていかないと、まあ、会社回んないと思うんですよね従業員いっぱいいたらでも僕はもう1人でやるって決めてるんでこじんまりやってますけど、うん、まあでもね今教えてる人たちがほとんど別にその 会社を大きくしたりとか、従業員雇って大きくやりたいっていうお客さんじゃないので、まあ、基本的にみんな個人で自由にっていう人を相手にしてますから、僕はね。うん。だからまあ、教えやすいですよね、逆に言うと。うん。僕の規模感覚でいいんで。うん。まあ、あと再現性もあるし、そんなに大きくやって、派手にやってないですから、こ人んまりやってるんで。うん いやー久保さんもでも10年経ってこれやってるとは思わなかったですけどね <laughs> 僕が東京で働いてたらこんなやり取りは絶対なかったですからね100%なかったですよね僕がまあこう独立して自由になったっていうのがまあ前提条件としてあるんで昔僕東京で働いてたらこんなやり取り絶対してないですからねうんまあ人生何があるか本当分かんないですねいってらっしゃる。